はい、どうも。今回紹介するのはですね、青島の、ザ・チューンドカーシリーズになってからの AM ゲイン、20クラウンのアスリートですね。20クラウン自体はですね、ノーマルのキットの、前期アスリートロイサル、後期のアスリートかなは組んだんですけど、エアロ付きのやつは組んだことはないです。ノーマルのやつはですね、ちょっと、っていうところがあったんですけど、まぁ、ちょっと中の方見ていきましょうかね。こんな感じです。まぁ、今回ね、窓枠マスキングが追加になってっていう風になります。で、この、ムーンルーフのね、マスキングも入ってるんですが、これ、ですね、穴開いてないので、まぁ、一応ね、裏側に切り欠きはあるので、この切り欠きを見ながらね、合わせてやればいけるんじゃないかなと思います。ですね、これね、エアロ付きのやつだとどうなるかわかんないですけど、ノーマルだとここ、寒冷地用のバックフォグの部品が付いてるんですよね。で、エアロ付きのやつだとどうなるのかな？バンパーに切り欠けるようなところはちょっとなさそうですね。これノーマルじゃないよな。エイムゲインのやつなんですけど、こうやってね、テールランプのクリア成形の、クリア色付きの成形のやつになってるんですけど、そうだよね。合ってる。で、バックランプのクリアパーツをここに、バックランプとウインカーのクリアパーツをここに挟めてやるような構造で良かったと思いますけど、ホイールはなんだこれ？エイムゲインのホイールか。これちょっと見づらいですけど、前後指定があるので、組み立てるときは注意必要ですね。で、マフラーとフォグとサイドステップと、あ、これ極み足の部品じゃない？違うかな？まあいいや、順番に見ていきましょう。極み足用の部品も入ってるっぽいですね。で、ワイパーとか、さっき話したバックランプとかのクリア部品ですね。で、基本的にはこれ共通シャーシです。20セルシオじゃない、30セルシオとか、センチュリーはまあ厳密に言うとね、長さが違ったりとかするんであれなんですけど、とか、あとは21クラウンとかと共通になってますね。タイヤは極みタイヤではないタイプの、ピレリの P7000 かなの引っ張りタイヤが入ってます。極みタイヤじゃないのか。で、カールはまあ、普通のアスリートの部品、デカール一式みたいな感じと、エイムゲインのやつですね。組み立てに関してはそんなにね、苦労することはなかったと思います。足回りどうなってる？ああ、でも、極み足パーツの説明はないな。ネジ足の説明しかないですね。ん？入ってないの？極み足。でもね、これ、ああ、でも、極み足にしようとした場合、ブレーキがあれか。極み足用のブレーキは入ってないので、なんともですけど。これが、なんか、極み足のね、バネじゃなくて、スペーサーになる部品のランナーと共通じゃないのかな。ちょっとパッとわかんない。ごめんなさい。今パッと、今、極み足のね、30セルシオとかのやつがちょっとないので、21クラウンとかがちょっと今在庫がないので、ちょっと見比べることはできないですけど、そんな感じはしますね。あとはまあ、特に何か変わってることとかないんじゃないかな。これに関しては。スーパービップカーシリーズの時代っていう言い方もあれですけど、その頃もね、確かね、これ定価2800円だったと思うんですけど、定価も変わってないので、まあ基本的にはまあ、定価変わらず、で、おまけパーツじゃなくて、その窓枠マスキングが追加になったっていう程度の違いじゃないかなとは思うんですけど、ノーマルの20クラウンは、このリアバンパーがね、
こう、なんつったらいいかな。実写だとこう、こう、なんて言ったらいいかな。下の方に行くに従って、くるって、ま、こう、丸っこくなるんですけど、それがね、もうストンって落ちちゃってるんで、なんだかなって思ってたんですけど、まあ、エイムゲインとこういうエアロパーツがついてるやつだったら、そんなに気にならずに組めるんじゃないかなと思います。まあ、共通シャーシなのでね、この辺はもう仕方がないとは思うんですけどね。まあ、その、バランスを考えたときに、そういう風にデフォルメしせざるを得ないみたいな、そういう感じになっちゃってると思うので、まあ残念ながらこれはちょっと極みタイヤがついてるわけではないんですけど、まあこうやってね、一応横に完成写真もありますけど、台形ブレーキシステムとかタイヤ引っ張りタイヤっていう風になってるので、トヨタ純正リアスポイラー。多分この辺はついてたと思うんですけどね。で、リムが別体なので、これディスクとね、塗装の塗り分けとかもしやすいんじゃないかなと思います。これ定価、2800円です。なので多分スーパービップカーの時も定価2800円だったような覚えがあるので、まあ、実質値下げになるのかな？なんつったらいいかな？窓枠マスキングがついたっていうことでね、なるかなと思いますけども、まあ、これがあったらね、まだ比較的入手しやすいかなと思いますので、まあもし皆さんお探しの方がいたらね、ぜひ購入して、20クラウンのエアロ付きは今んとここれだけになってんじゃないかな。ロジャムの20クラウンは今、作ってなかったような気がするので、まあ、その辺とかとね、作り比べ、まあ、過去のね、スーパービップカーとか、ノーマルとのね、作ったことあるよっていう方は、ちょっと試しに組んでみたりするのも面白いかもしれません。というわけでですね、今回は、青島のザ・チュンドカーシリーズ、エムゲイン GRS204 クラウンアスリート紹介させていただきました。ご視聴いただきありがとうございました。